日本関東地方神奈川県川崎市幸区、堀川町堀川町は神奈川県川崎市幸区の町名である。住居表示は実施されておらず、町名は設けられていない。面積は二十九万六千六百五十四点七平方メートル。郵便番号は二二21一212-0013。幸区の南東端の玉川右岸の定置に位置し、北東は玉川を挟んで、 東京都大田区、南東は JR 南部線、京浜東北線、東海道線の線路を挟んで、川崎区駅前本町及び日清町に接する。西側は中西祭町、西祭町、大宮町に隣接する。町内に JR 川崎駅西口があり、京急川崎駅も近い。バスターミナルは、川崎駅西口と川崎駅、西口北の2カ所に設けられている。 玉川沿いに国道409号、町内を南北に、神奈川県道9号川崎府中線が通る。1980年代以降は、工場跡地の再開発が進み、府中街道の東側は、明治製菓川崎工場跡地の再開発地区、ソリッドスクエア、さらにその東側は、明治製堂川崎工場跡地の再開発地区、川崎テクノピア、西側は、 東芝川崎事業所跡地の再開発地区、ラゾーナ川崎となった。現在の堀川町に相当する部分は、元は、三行村南河原及び川崎町砂後、堀の内新宿の各一部であった。1906年に横浜政党が外央製工場を開設。この工場は、川崎が工業都市として発展する端緒となり、 跡地の川崎市産業振興会館前には記念碑が建てられた。1908年には東京電気川崎工場が進出。1924年には前述の各町から堀川町が新設された。町名は当地に見け療用水の大絞りが流れていたことから付けられたと考えられているが詳しくはわかっていない。同年7月、川崎市の市政施行により、 川崎市堀川町となる。1925年には、明治政党の隣接地に、明治聖火川崎工場が開設された。1933年、川崎市堀のうち、砂後、南河原の各一部を編入。1945年の川崎大空襲では、当地周辺が甚大な被害を受けた。百六十四年、堀川町の一部が、駅前、本町、 砂後一丁目、本町二丁目に編入される。1972年には、川崎市の政令指定都市移行に伴う、区政施行により、川崎市幸区堀川町となる。明治政党の工場は1980年に、千葉県に移転し、跡地は、住宅展示場として、暫定利用された。その後、市は1985年に、川崎テクノピア構想を策定。 1987年に、川崎東芝ビル、1988年には、リクルート川崎テクノピアビル、高和川崎西口ビル、川崎市産業振興会館と、住宅、都市整備公団住宅堀川町ハイツが竣工した。この再開発事業では、当時の川崎市条役にリクルートコスモスの未公開株が譲渡され、容積率の制限を拡大して、 高層ビルの建設を可能とする便宜を図ったとされる、いわゆるリクルート事件の舞台ともなった。明治製菓の工場は1989年に閉鎖され、跡地は1995年に川崎テクノピア第2期としてソリッドスクエアが竣工した。東芝川崎事業所は2000年に閉鎖され、跡地は三井不動産、東芝、東芝不動産により、 ラゾーナ川崎の名称で再開発された。2006年9月28日に大規模商業施設、ラゾーナ川崎プラザ、2007年3月に住宅ゾーン、ラゾーナ川崎レジデンスが完成。2013年3月にはラゾーナ川崎東芝ビルが完成し、2014年1月には小向井東芝町から移転した東芝未来科学館が同ビル内にオープンした。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。